今自分がキッチンにいるのが辛くなっちゃったんで、あの匂いがきつくてね、洗濯場に来ました。自分も音に対して音を出して対抗しようかなと思って、あの静かにしてるときついからね。でこれね、樽にラップかけてますけどね、これ洗濯つけ置き洗いしてます。でこのラップはね、この洗面台と洗濯機の間のスペースに水が跳ねてこぼれることがよくあったんで、それを防止するためにも使ってます。閉めて、でここちょっと貼って、何回もそれでやっちゃったけど、向こう側に水がバチャーンってこぼれてしまって最近お気に入りなのがこれなんですフワッシュっていう商品名なんですけどね、これね、天然 100% って書いてありますけど、ほんとね、ミネラル水、水とハーブエキス と発酵物質しか使ってなくてね、食べても大丈夫っていうやつなんですよ。合成洗剤全く使ってないやつなんでね。でね、ハーブエキスも、青森のヒバエキス、あとオレンジエキスですね、それと大豆レシチン、非遺伝子組み換えの大豆を使っていると。商品の、あ、全然これだとちょっと映んないね。ちょっとセスキ炭酸ソーダのいいんだけど、なんとなくね、手にこうぬめる感じがね、なんか気持ち悪くて、なんか他にないのかなと思って探してたんですね。そしたらこの商品見つけて使ってみたんですね。そしたらまだね、私このアロマオイル使えてたので、これ使ってみたんです。ヒバね、ヒノキとかその類ですね、抗菌作用がすごく強くて、昔からまな板とかね、お箸とかそういうのに使われてる木、木材から取れるエッセンシャルオイルを使っているですね。でこれつけ置き洗いでもできるし、このまま洗濯機に入れて洗うこともできるということで、やはりちょっと注目を浴びてる商品みたいなんですね。で、なかなか気に入ってます詰め替え用もあってね、ボトルもあるんですけどね、水洗いで十分ね、落ちたりしますしね。ただその首の襟汚れとかね、そういう皮脂汚れに対しては、やはりセスキ炭酸ソーダ使って落とすようにしてます。最近そのこれとね、セスキ炭酸ソーダと併用して洗濯してます。